イングリートノルは、ドイツの小説家、推理作家、女性、上海生まれ、ドイツ南部のバインハイム在住。1991年、55歳で、推理作家デビューし、ベストセラーを連発。ドイツミステリー界への貢献が評価され、2005年に、ドイツ語圏の推理作家協会、チンジケートからグラウザー名誉賞が贈られた。父が、南京で医師をしており、 1949年にドイツに戻るまでは学校にも行かず、両親から教育を受けた。ボン大学ではドイツ文学と美術史を学んだ。結婚し主婦として生活していた1991年、特技は殺人を発表し55歳で小説家デビュー。このデビュー作は発売してすぐにベストセラーとなり、続いて1993年に発表した第二作。 私の愛した男たちの首ではドイツ語圏の年間最優秀の長編ミステリーに与えられるフリードリヒグラウザー賞を受賞した。1994年発表の第3作、助薬剤師はドイツの週刊誌、シュピーゲルのベストセラーランキングに77週間連続でランクインし、1997年には映画化もされた。2005年には、 グラウザー名誉賞を受賞。その後も新作を発表し続けている。未役作品の日本語タイトルは上記の文献に従った。ありがとうございます。